今までで一番なんか、うん僕の友人とかにもあの反響があってとても面白かったと言ってくれたりしたんで、本当に何か今回はすごいなって、ええ、<laughs> 今回はあちょ,とちょっと語弊ありますねすみません、ええ、いやなんかまあまあい,いやあの最後まで楽しんでてくださいすみませんお願いします。 このドラマは長谷川博樹にかかっているというふうにこうインタビューでおっしゃっていましたが第1話ご覧になっていかがでしょうかどうだった <laughs> 前に出てこられます、ね、いやいやあ本当にねやっぱりそれは主演をすると日曜劇をね主演を張るというのは大変なことだと思いますけれども本当に20年来ねあの彼のそれこそ若い頃から私見てますし <laughs> ある怪獣映画でね あの共演したこともありますけれどもあ今の大難形態になってるんだ、ね、<laughs> いやいやいや成長を続けてるってねちょっと偉そうになっちゃうかもしれないけど本当になんかねあのー、なんだろうねアンチヒーローっていうかかっこいいって,言っていうのがよくわからないねなんて言うんだろうねこういうのねかっこいいっていうって感じもあるしでも面白いキャラですよね。まあ どうですかいやあ,ありがとうございます <laughs> 面白いキャラです,すごい演じてても僕も、うん、あのすごく楽しいですけど、うん、まああの本当にセリフが多いんで、うん、まああまりこう楽しいって言える余裕もない感じもでもセリフ最後さやっぱパーいくじゃんまあいきますけど覚えた甲斐があるって感じがるんじゃない <laughs> ままだ,まだ あと何回もね,ね長いセリフがありますので、はい、皆さんご期待いいいたただきたいと思います秋炭のこの墨限りなく黒に近い墨の色と赤峰の赤そして四宮の紫この3人の色が合わさった色がテーマカラーになっているということみたいです。 伝わりましたかね。という役名のこの役名にも実は秘密が隠されているといういアンチポイントでした。ことはいこというこです。ねうことはいこということはということはいうことはというこはいうことはというこということはといことはということはということはというこということはとうとはということはということはというこということはっていうことですはいうこということはいいうことはといいことはというこということはといううことということはというは かもしれないというちょっとまた <laughs> みんな変身すんだね <laughs> 今度ねそうですうんそのうち <laughs> はいやっぱね白宮さんもバイク乗っててねあまさにまさに <laughs> そうですそうですねゲートくぐったら変身しますからねあれ <laughs> もうねそうですセンターのカメラにすいません皆さんお願いしますセン,センター方でいま